本当にオビトなのか。生きていたならなぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかしそうだな、なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺はこっちは楽しそうだな、オビト。奴は内葉マダラだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったのでな。鳴らすまで少々時間がかかった。ま、それも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのになんで聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろう。まさかてめえ。そいつは返す。あんたのものだ。死んでたやつが引っかき回す。九尾と八尾は俺が取る。お前は他の二人を相手しろ。マダラは超強い。少しの気も抜くんじゃねえぞ、ナルト。分かってる。てめえらの好きにはさせねえ。ここでぶっ潰す。果たしてその威勢、本物か見せてもらおうか。無限つくよみこそ人類全員を幸せにする唯一の方法。貴様一人の犠牲で済むのなら悪い話ではないはずだ。お前は英雄なんだろう。うるせえ。お前の口車には乗らねえ。なるほど。今のお前はおかげすら超える力を持っているようだな。だが柱間に比べれば脆弱そのもの。これを相手にするにはまだ足りん。そら今しまったぜ。あいえ、この感じ、やつに近いものを感じる。だが、それでも俺には届かん。お前は柱間ではないからな。わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。せっ、そら、はぁ、ぶっ飛ばす。あたま、これはゾンビ相手に手加減はしねえ。宇宙惑星螺旋手裏剣。俺は負けねえ。絶対にみんなを守りきってやる。やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜだ。なぜマダラのようなやつと。もう口を閉じたらどうだ。口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前は木の葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろう。これが現実だ。託した側も託された側も、この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輩からは皆逃れることはできない。
だから俺はこの世界を作り変える。おめえらナルト影分身か。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。俺の仲間は絶対殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん、ナルト。オビトの言葉をお前に教えた俺が。触れるところだった。オビト、かつてのお前の意志は今でも俺の隣にいる。今の俺にできることは今のナルトを守ることだ。行くぞガイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。オス、オウ。随分なことだ。オビト、お前が人にとっての害になるのなら俺たちはそれを排除するだけだ。やってみろ。ナルト、向こうの方は大丈夫なんだな。まだだ、強い。でもなんとか B のおっちゃんと二人で止めてる。ならさっさとオビトを倒して向こうの火星に行かなきゃな。随分とシャリンガンを使いこなせるようになったな。だが所詮借り物の命、メッキが剥がれるのも時間の問題だ。分かっているさ。この戦いが終わるまで持ってくれればそれでいい。行きに行く。今度ははっきり分かんぜ、てめえの苦しがる顔がよ。よし、本気で行く。消えろ。まだまだ。距離を取るか。本気で行く。カムイ。ナルトを守ることが未来につながる。それなら大気。ひとときだけでもオビトを止めれば。よし、このまま追い詰める。ああ、あれは復活する前にチリジリに吹き飛ばす。あ、撃て。よっしゃ、終わったのか。ああ、終わったよ、この世界がな。うわ、なんだ、あれは。もしかして。ああ、ありがとう。